皆さん、こんにちは。がん情報チャンネル、外科医の佐藤です。今回は、がんと運動 Q&A その4です。5月25日に、私の著書、がんに負けないたった3つの筋トレが出版されます。これはですね、がん患者さんに筋トレをするとどういったメリットがあるのか、そしてですね、具体的にはどんな筋トレがおすすめかといったことをですね、分かりやすく解説した本になります。ぜひですね、読んでいただきたいというふうに思います。この出版をですね、記念いたしまして、本書の中からがんと運動 Q&A ということで、10回にわたってですね、皆さんからいただいた質問に対する答えを紹介していきます。で、今回はですね、その4ということになります。いただいた質問はですね、特に手術前から筋トレを始めた方が良いというケースはありますかというものです。答えはですね、この筋トレの必要性の高い方はですね、以下の方が該当します。まず、筋肉が減って手足が細くなってきた方、そしてサルコペニアが疑われる方、それからですね、活動性が低い方、これはまあ日常生活に制限がある人ですね。そしてご高齢の方、これはまあ75歳以上の方ですね。そして糖尿病や腎臓病などですね、生活習慣病があったり、あるいは喘息、慢性閉塞性肺疾患 COPD といった呼吸器の病気で治療中の方、そしてタバコを吸っている方、あるいは痰や咳が多い方、食欲がなく、あるいはですね、食事があまり取れずに体重が減っている方、そして手術前にですね、抗がん剤や放射線の治療を受けている方、これらの項目にですね、一つでも当てはまる方は、しっかりとしたですね、筋トレをしていただきたいというふうに思います。特にですね、この筋肉痩せ、サルコペニアが疑われる患者さんは筋トレが必須というふうにお考えください。高齢者はですね、この本人にその認識がなくてもですね、加齢によってサルコペニアになっている可能性が高いので、ぜひ積極的にこの筋トレに取り組んでいただきたいというふうに思います。で、またですね、体への負担が大きい手術を受ける場合には、できるだけしっかりとですね、プレハビリテーションを行っておくことが必要だというふうに考えられます。手術前にですね、自分が受ける手術がどの程度のですね、侵襲性、いわゆる体への負担の度合いがですね、高いかということについて主治医にですね、確認してみてください。はい、この本ではですね、がん患者さんにとっての筋トレの重要性について、様々な情報を詳しく解説しています。もしよろしければですね、手に取っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。